いや、こんにちは。13時半ですね。もう今日もあっという間に終わってしまいそうです。なんか起きたばっかりのような気がするんですけども、いろいろやってたらこんな時間になってしまいました。ね、吉谷さんの動画編集もちょっとだいぶ時間経っちゃったんですけども、今見させていただいてね、10分ぐらい喋ってるじゃないですか。これ大事なこと、情報発信ってね、種銭が確かにいらないんですよ。で、誰でもできるんですよね。で、誰でもできるのに多くの人はやらない。で、なぜかね、ライバルの多いことをみんなで一生懸命やって過当競争になっちゃって、で、本来それが趣味であり仕事であり収入源になるはずなのに、なんかね、その難しいことやらなくてもいいのになとか思っちゃうんですよね。で、そもそも発信っていうのは生きていればそのまま発信ですからね。それを音声とか画像とか動画で切り取るかどうかっていうところで、まあ切り取ってね、いわゆるレバレッジですよね。リアルな世界にしかないものをバーチャルな世界に置いておくことによってレバレッジが効くと、これやっぱすごいなと思います。あとはね、収入になるようにやっぱこう当てていかないといけないかなってことがあります。少しは、やっぱこうインターネットの活動しててなぜかお金に困る人っているんですけども、それはもう単純にやり方が悪いのと自分の好き嫌いでやっちゃってるんですよね。だから受け取る人の好き嫌いにフォーカスしていくと、きっとね、価値を高く感じて受け取ってくださる人が時間的なお返しとか金銭的なお返しとかね、信頼っていうお返しをしてくれるんじゃないかなと思うんですよ。で、その辺にちょっとだけ、ヒントが必要な場合があるのかなと思いますけどね。なんかね、その、昭和40年代生まれっていうシリーズの動画を撮ってるんですけども、結構これがね、全部じゃないですけども当たるやつが出てきてね、やっぱりこう間違いなかったなと思うんですよ。今そのなんていうの、戦後何十年記念映画とかっていうのがたまにやると思うんですよ。戦争のやつとかね、大東亜戦争のこととかで、未だに靖国がどうとかね、徴用工の問題がどうとかって言ってますし、まあ未だにやってるのが面倒なわけじゃなくて、これからもやってもらっていいんじゃないかなと思いますけども、つまりその昭和20年代の戦後のこととかね、戦中戦後のことって未だに夏になると話題になるわけですよ。っていうことはですよ、夏じゃなくても話題になるものとして、昭和40年代とか50年代みたいな高度経済成長期、東京オリンピックが終わって経済的な地盤ができて、それこそみんなでね、一億総中流でみんなが自分の一戸建てを持ち始めて、マイカーを持ち始めて、で、みんなでレジャーランドやね、テーマパークにワンソと出かけて、どの家庭にも子供が2人以上いて、で、お小遣いあげたりとか塾に行ったりとか、そうやって子供たちまで大学受験というものを目指して、みんなでお金をガッポガッポ稼いじゃう、ガッポガッポ使っていた時代の懐かしさってのは、これはね、やっぱりこうボリュームゾーンという世代もありますけども、50代とか40代に中心にね、なんか結局は検索されるんだろうなと思うんですよ。まあそこに昭和40年代シリーズってものをぶち込んだことによって、まあ今ではアクセス取れてますからね、これからアクセスが取れまくるんじゃないかなと思うんですよ。下手すらね、70代80代に私たちがなった時に、あの頃は良かったなーってかね、自分が10代だった頃の検索をするかもしれないですよね。懐かしさを振り返って、で、ああ、あったあったみたいなね、あ、デパートの屋上に遊園地があったんだよみたいな、なんかそのおばあちゃんの知恵とかいうのがね、世の中にありますけども、きっとね、我々が、その年になった時にどんな知恵をね、求められるかなってことを今から考えておくと、あ、確かにいろいろとお役に立てそうだなっていう風な気はするんですよ。今でもこうやって発信してお役に立ってる部分がありますんでね。まあそうなると、70代とか80代っていうのは、この日本っていう国がね、70年かけないと70代っていうのは作れないし、80年かけないと80代っていうのは作れないわけですよ。で、人口の比率から言うと、やっぱり30代の人、40代の人、50代の人、年が重なれば重なるほど、積み上がっていけば積み上がっていくほど人数は減るんですよね。中途でお亡くなりになる方がいるからなんですよ。だから70、80まで生き残った人っていうのはまさに生き残りなんですよね。戦争でも何でもなくて、普通の生存競争に生き残ってきて、寿命とか病気に生き残ってってことを繰り返して70、80になったら、まあ、先にお亡くなりになった人の知恵も受け売りで発信することができるから、なんかね、まさに生き残るだけで得するんじゃないかなと思うんですよ。だからね、こういうふうに聞きましたよ。やっぱりその情報の世界に入って一番最初に、勝負しなくていい、勝たなくていい、ただいるだけで勝てると、そんな世界は他にはないと、
いるだけで勝てるのが情報の世界ですよ。なぜならコストがかかんないから。発信0円なんですよ。でも何もしなくても0円。じゃあどっちにする？資産を作るためには発信をすることによって情報を、ログをインターネット上に残しておく、もしくはインターネット上でなくても人の耳や心に残しておくためにいろんなことを発信し続けるのはすごく大事だよねってことですよね。そういうとね、アンチリメイクさんっていう方がいらっしゃってね、億万長者合宿本当に稼げるんですかみたいなことを言ってましたけども、あの人のアンチな発言ですら今資産化されてますよね。で、私たちがこうやって本人が忘れてるかもしれないのに未だに話題に出していると。だからどんなこともログになってそこには価値になって、なんか資産になるんだなと思うと、まあこれからもね、日々こうやって資産を積み上げまくっている私たちの活動ってのはもしかしたらね、人類に多大なる影響を与えるんではなかろうかと思っちゃいますね。あ、ちなみにね、その NHK 党のあれですよ、昨日選挙応援ちらっと見させてもらったんですけども、なんとね、復活した三崎優太さんが応援に来てました。で、 YouTuber のヒカルくん、彼も来てました。で、その他そのマイケンさんっていう方とかね、高橋弁護士とかね、唐沢弁護士みたいな、もう世界で一番じゃないけども、インターネットでもうトップぐらいの有名な弁護士さんが次々とこう合流してくれたりとかね。で、堀江貴文さんももう NHK 党大応援ですからね、すごいですよ。それから今度ね、何、賛否両論という番組が第2話があるそうなんですよ。第1話のゲストは堀江貴文さんだったんですけども、インタビュアーが光くんと三崎優太さんと与沢翼さん、この3人、ビッグ YouTuber、 ビジネス YouTuber、 経営者 YouTuber が今度は立花久和さんを迎えてね、第2回をやる、収録が終わったそうなんですよ。なんかすごいね、 NHK 党ね。私もね、チャンネル登録1万人ぐらいですけども、プラスアルファして、いよいよね、チャンネル登録合算で応援者が1000万人ぐらいになったんではないかなというふうに感じますね。まあ間違いなくインターネットの中で一番有名な政党は NHK 党ということになるかなと思います。ただし、リアルな世界では NHK 党はまだまだね、色物ですよ。で、自民党がすごく強くって、それから次にね、維新の会が追随してるのかなと思います。まあ、立憲民主党はもうなくなったようなもんですけどね。そんな感じで、まさにね、今ね、制限された情報しか流さない、オールドメディア、テレビや新聞や雑誌の時代、プラス、で対立することのインターネットでの発信、YouTube、Twitter、Instagram、こういったもののね、インターネットの力が今ね、せめぎ合ってるところで、今回オールドメディアを倒してね、本当真実だけが世の中に広まるような、そして隠し事がすごくできにくいような時代になるんじゃないかなと思いますね。そしたらやっとね、正直者が報われるような時代が来るんではなかろうかと思いますし、後ろめたいことをせずにね、堂々と生きていけるような、なんかその時代が変わるなと思いますよ、本当にね。だって個人の力だよ、個人の力で億っていう金額をポンポン稼ぐ人が YouTuber ですよ、ね、この前ガーシーって人もね、まだ1年もやってないのにもう最初の収入4500万ですからね、1ヶ月目の収入が。で、本当に2月までは全然無名なこのガーシーって人が今は YouTuber で話題ナンバーワンですよ、桁違いに。すごい時代が来ましたよね。こんな時代に一緒に入れて、しかもその時代のテクノロジーを私たちもこうやって使えることによってね、自由な人生を歩ませていただけると、でありがたいことだなと思います。で、あとはね、気になるのは、一部のそうやって先頭を歩く人とか強くなった人が弱い人の面倒を見なくちゃいけないっていう、その義務感なのか責任なのか分かんないですけどね、その形はこれからもあるかなと。でもなぜかね、やっぱり、優勢思想だとか言ってね、優れた人を貶めたりとか、金持ちは許せんとかね、 YouTuber で稼ぐなんて、そんな楽して良くないとかね、そういったのはやっぱりインターネットの世界にもあるんですよね。ねえ、まあやっぱりこう額に汗するのは尊いことですけども、苦労すればそれでいいんですかと。苦労してその結果、向こう側にその苦労によって救われた人がいるんだけども、現在の苦労っていうのは半ば奴隷化されたようなね、目的のない苦労なんじゃないかなと思うんですよ、それこそ朝星星で缶詰になってね、働くっていうのは昭和の時代には美しい姿だったんですけども、今はテクノロジーのおかげでやらなくても良くなったし、で、手書きの文章もね、今はね、ワードとかでテンプレートを打てば何回も何回もコピーができるわけじゃないですか。それだけで情報処理能力は
人類全体としては高まってね、日本の生産性も上がってるはずなんですけども、いまだにファックスとかね、やっぱり人は会わないとねみたいなね、会わないと気持ちが伝わらないって信じてらっしゃる方がちょっとまだ足を引っ張ってるところあるかなと。もちろん会って伝わることもありますけども、今は会わずともできることがたくさんあるというのは、まあ、あのヒカルさんとか三崎優太さんならずとも、私は吉谷さんが小さい世界で証明してるのかなと。一回も会ったことがない人とビジネスを成立させていて、一回も会ったことがない人に対してスキルの提供して人の悩みを解決してると。もうすでに人が会うことっていうのはもうおまけみたいな感じになってきたのかなと思います。もちろんね、一部の人は会った方が伝わりやすい人がいるのも確かなんで、そういう人はね、やっぱりこう軽んじることなくこれからも会っていきたいなというところはありますけどね。それじゃあ行きましょうか。これで、今回は会うということでね、会うの合わさるという字で言ってみました。